がいる？さっきなんかいたよね。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパポン探してね。皆さんごきげんよう。ゆめちゃんの怖い夢。怖い夢。今日は？はい、今日は私が見た夢を皆さんに再現 VTR として見ていける。そのね、夢の内容、こちらのシャインマスカットにまつわる夢の内容です。最近シャインマスカット美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。うまいよな。あ、食べよう。じゃあ、いただきます。プリプリ。うん、ゆんたまと同じぐらい。シャインマスカット最近めちゃくちゃハマってるんだよね。すっごい美味しい、めっちゃ食べてます。あ、だからさ、最近怖い夢見たのかな、シャインマスカット。それじゃあね、皆さんに私が見た怖い夢の再現 VTR 見ていただきます。どうぞ。怖いよ。シャインマスカット美味しい。大好き。シャイン好き。シャインマスカットずっと食べていたいぐらい美味しいね。うん、これさ、このまま食べても美味しいけど、そうだ、パフェ作らない。うん、シャインマスカットパフェいいね。うん、それではシャインマスカットパフェ作っちゃおっ。パフェの材料準備しました。材料はこちらのチョコソース、そしてホイップクリーム。スプレーだよ。簡単だよ。カラフルなチョコのふりかけ、コーンフレーク。そしてメインのシャインマスカットです。イエー。半分に切ったのと4分の1に切ったシャインマスカットも用意しました。アイスはね、最後にのせないと溶けちゃうから後から持ってきます。はい。まずどれから入れていく？クリーム。いきます。おお、すごい。うわ、出た。あ、じゃあそれで次どうする？コーンフレーク。ハーフハーフだよ。ハーフでコーンフレーク。そう、ハーフ。こうやって入れていく。あ、潰していく。そう、ギュギュに。そう密度。爪爪。あ、切って爪爪爪爪。あ、シャインマスカットを爪爪爪で、コーンフレーク。コーンフレーク。クリーム。びっくりした。クリーム。やばい気がしてきたけど、まあ美味しければ OK か。で、マスカットマスカット今度私が入れてくね。どうどうこれ美味しいよね。うん、海苔甘くて。わらららわらららわらららおチョコソース。チョコソース。後ろから落とした。は？何の音？ここから落としたよね。ね。見て見て。何かいる？ん？動物かな？風？気のせいじゃない？そうかな。大丈夫そうだね。じゃあ作るか。ね。次は。シャインマスカットボン。これにかけていきます。周りを囲む。なんか上手くない？可愛くできた。やった、お花みたい。じゃあ次クリーム。クリームでチョコスススッとかける。パティシエパティシエ、はい、パティシエ。なんか周りね。アイオパティシエ。いや、me too。 パティシエ。じゃあそろそろアイス入れよっかね。はい、こちらね、シソのマスカット味、スーパーカップのバニラ。もうさ、これスプーンでグリーってポンって置きましょう。ポンポンポン。スピーディーボーイ、時間との勝負よ。アイスはすぐ溶けちゃうからね。早め早め。開かない、助け。遅い。
いたいたいた。わあ、美味しそう。いいかも、悪いです。ほら、早くミス、チャチャチャ。持っとくよ、持っとくよ。ほら、でかいわよ。いいね、いいね、いいね。どーあ、いいね、いいね、いいね。うまくない？はい、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 はい。ほら、This is パティシエ。いいですね、いいですね。で、食べる。食べるの？スーパーカップは？大丈夫。いらないの？大丈夫。あ、でもいい。これを、周りに、乗せていく。早く、これスピーディー。ちょっと待ってね。早くスピーディー。スピーディー、スピーディー。パティシエ。パティシエ。あ、めっちゃよくない？なんか、おまけ。シエ。カラフルパティシエ。チェアボン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 。じゃあパフェ完成したので食べましょう。食べます。せーの、いただきます。なに、カーテン開けてみるよ。何の音？なんか今やかった？あれみたい。僕向こう見に行ってみる。うん、何かいる？え、何もいない。さっきなんかいたよね、鳥みたいなの。なんかいる。僕、え、何？どうしたの？鳥が見えて。今、家の中にいなかった。嘘、さっき外にいたのに。うわ、うわ、いるいるいる。何あれ、人間？家の中入ったんじゃない？やばいじゃん。早く早く見に行こう。え、さっきここへ覗いてたよね。うん。え、私たちはここにいるときさ、向こうから見えてたのに、向こうから見てるとき、ここに見えてたよね。うん。なんでおかしくない？あれ？なにこれ？なんでこれスプーン？え、私たち食べてないよ。めっちゃ減ってるじゃんこれ。ね。僕食べた？食べてない。じゃあなんで減ってるの？誰かが食べたんじゃない？え、気持ち悪い。もしかしてさっきの鳥みたいなのが食べたんじゃない？え、やだ。じゃあこれ使ったってことだよね。ねえ、スプーン変えてくる？うん。これさ、せっかく作ったからもったいないもんね。え、食べたいよね。もう洗っていくの？スプーン変えてきます。よいしょ。はい、じゃあ食べよっか。うん、改めていただきます。いただきます。おいしそう。また落とした。え、うわ、びっくりした。え、あれ、人間鼻声になってなかった？ちょっと、うわ、人間じゃん。え、でもなんか、おい、顔がさ、なんかあれ、あれなんだっけ、ペスト石だ。え、なんか鼻から、鼻ね、首から上がペスト石のなんかお面つけてて、首から下が歯だった。なんで人間、どうしよう、不審者が今いるってことじゃん。うん、どうしよう、私たちだけやっつけないと。うん、僕なんか武器ある？あ、スパルタ。あ、いいね。あ、それ持ってきて。うん、僕準備できた？うん。じゃあ開けたらすぐやーって言ってね。うん、気をつけて。あれ、いないね。ね、僕探して、どこかに隠れてるかもしれない。え、大丈夫？うわ、今そこ通った。うわ、また通った。家の中にいる。やば、あ、こっち見た。気づかれたんじゃない？え、
やば、バンク向こう戻る。今なら倒せるよ。行こう行こう行こう。これあれいないじゃん。なんでさっきまでここにいたのに。はぐれてんじゃん。明らかにここ通ってたもん。しかもこっち見てたし。あれ、パフェが、もう本当の前じゃん。あと一口ぐらいしか残ってないよ。またスプーンも二つ使ってるじゃん。うん、気持ち悪い。え、でもさ、今のさ、どうやって来たんだろうね。私たちこっち来た時に向こう行ったってこと、うん、でもありえないよね。ね、絶対すれ違うはずだもん。透明になれるとか。え、どうしよう、せっかく作ったのに。ね、食べられなかったじゃん。もうこれじゃ食べられないよ。こっち見てる。うん、ちょっとさっきから何？あなたでしょ。私たちの作ったパフェ食べたの。ええ、逃げるな。おい、お、消えた。もうさ、パフェは諦めよう。うん、食べたかったけど。やっつけるのに専念しよう。うん、絶対捕まえてやる。早く行こう。ホーク、いる。え、あれ、あら、またいなくなってるじゃん。ね、私たちすぐ来たのに。ね、あ、いるし。こっち見てる。あ、行こう行こう。もう今すぐ。他戻ろう。いるいるいる。あれ、いな。めちゃくちゃ早く来たのに。ね、一瞬でいなくなったじゃん。はい、パフェ全部なくなりました。食べたかったのに。絶対許さない。私たちの美味しいシャインマスカットパフェ食べたあの鳥、絶対捕まえる。はい、でもどうやったら捕まえられるんだろう。ね、すぐいなくなるもんね。うん、私たちのパフェが食べたかったのに。夢を見ました。めっちゃ怖いじゃん。うん、めっちゃやばかった。私起きた時さ、冷や汗でびっしょりだった。やばかった、怖すぎて。鳥なんなんだろうね。ね、うん、人間なのかさ、鳥なのか分からなかった。襲われることはなかった。だけど最後らへんに出てきたから分かんない。え、声出してた。うん、なんか夢の最後に。へえ、めっちゃ怖いね。へえみたいな。え、じゃあひめちゃんパフェ食べられなかったの。うん、どうかかったわ。シャインマスカット食べよう。うん、もうないぞ。ひめちゃんのお話聞きながら食べてたら美味しいね。うん、よかった、ちゃんと食べられる。ね、あ、なんだこれ、なんだこれ、終わった。え、これだ。バカ子はここにいたわよ。みんな分かったかしら。それでは皆さん、はい、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見てね。小さい頃の動画も